ソ連時代のある工場での話。イワノフはいつも使用時刻の10分後に来るので、とうとう KGB によって逮捕されてしまった。容疑は怠慢であった。同僚のアレクセイはいつも使用時刻の10分前に来るのだが、ある日、KGB によって逮捕されてしまった。容疑は西側のスパイであった。サーシャはいつも使用時刻ぴったりに来るのだが、ある日、KGB によって逮捕されてしまった。容疑は、日本製の時計を持っているに違いないであった。アメリカのとある工場で、機械がすべてダウンしてしまうというアクシデントが起きた。修理工たちは必死になってあちこち調べたが、なかなか原因を究明することはできなかった。そこでとうとう日本人の技師が呼ばれることとなった。その日本人はしばらく機械をじっと眺めた後、ハンマーで機械を蓋、2箇所ボクントンと叩いた。すると、驚いたことに機械は元通りに動き始めたのである。日本人技師は修理代として5000ドルの請求書を出した。工場長は驚いて言った。あなたは機械をちょこっと叩いただけじゃないか、それでこの値段はあんまりだよ。詳しい明細を書いてくれ。日本人技師は何も言わず、内訳を書いて改めて請求書を差し出した。それにはこう書かれていた。叩き台5ドル、叩き場所捜索台4995ドル。ある時、最先端の技術を競い合う世界大会が催された。各国は、それぞれ一流の技術を披露し、そのレベルの高さを世界に誇示しようとした。アメリカチームは、直径1ミリのグラスファイバーチューブを数日で作り上げ、それをドイツへと送った。ドイツチームは、アメリカ人の作ったチューブの内側に細いワイヤーを通し、それを香港へと送った。香港チームは、ドイツ人の通したワイヤーよりも、さらに細いワイヤーを通した。それが最終的に日本に送られた。しばらくして、それは日本から審査員の元へと届けられたが、一見すると何も手を加えられていないように見えた。審査員たちは一様に首をかしげ、日本人に、一体、何をしたのだね、と聞いた。すると日本人は、ワイヤーを顕微鏡の下に持っていった。ワイヤーには、メイドインジャパンという文字がくっきりと刻印されていた。新製品が世に流通するまでには、全部で4つの段階がある。まず、アメリカの企業が新製品の開発をする。次にロシア人が、自分たちは同じものを、もうすでに30年前に考え出していたと主張する。そして、日本人がアメリカ製以上のクオリティのものを作り、輸出し始める。最後に、中国人が日本製のものに似せた偽物を作る。日本人がロシア人に言った。日本では工場の仕事はすべてコンピューターがやってくれるんだ。脳を持った口ボットがあるんだよ。それを聞いた口シア人が答えた。そんなバカな。本当に脳を持っていたら、工場の仕事なんでするもんか。レストランの上空、ドイツ人と日本人とイタリア人が一緒に食事へ行った。食後、三人はそれぞれこう考えていた。ドイツ人は、割り勘にするといくらか考えていた。日本人は、2人分払うといくらか考えていた。イタリア人は、おごってくれた人になんと礼を言うか考えていた。ある時、ニューヨークで反日デモが起きた。そこではこんなプラカードが掲げられていた。バイアメリカン。しかし、そのデモ行進の中には一人の日本人が混じっていた。彼も同様のプラカードを掲げていたが、よく見ると最後のんの文字がなかった。日本人とフランス人が逮捕され、懲役に往年という刑が下された。ひどく落胆した様子の二人に、刑務官が言った。特別20年ごとに一つだけ何でも望みを叶えてやろう。それでは、最初の10年のために欲しいものは何だ？日本人は1000冊の本を頼んだ。フランス人は1000本のワインを頼んだ。それから10年が経ち、再び刑務官がやってきた。刑務官は次の10年のために何が欲しいのかを尋ねた。日本人はまた1000冊の本を頼んだ。フランス人は栓抜きを頼んだ。動物園の人気者だった象が死んだ時、各国の飼育員の対応は以下のようなものだった。フランス人はその象の思い出を、一片の死にしたため、涙した。中国人は巧みに調理して食べてしまった。日本人は一生懸命、大粒の汗を流しながら、みんなで墓を掘り始めていた。イソップ寓話のアリとキリギリス。世界の国々ではこんな話になるだろう。アメリカの場合、
バイオリンばかり弾いていたキリギリスだが、その腕前がテレビプロデューサーの目に留まり、一躍スターに。キリギリスは大金持ちとなった。旧ソ連の場合、アリは玄関先で倒れていたキリギリスを助け、食べ物を分け合う。しかし、結局は食料が足りなくなり、アリもキリギリスも死んでしまう。日本の場合、アリもキリギリスも過労死する。